するアジアの新興国インド。多様な民族、宗教、言語が混在しています。急速な経済発展を遂げ、国際社会での存在感を増す一方、さまざまな課題にも直面しています。インドの食事といえばおなじみカレーですが、甘いお菓子も人気です。こちらがこの店で最も売れているハルワというお菓子です。生活習慣病は今やインドの人々の身近な問題。健康関連ビジネスの需要が高まっています。一方こちらは大学生が考案した自動調理器。インドへはここ数年日系企業の進出が進み、政治面でも両国の首脳が毎年のように相手国を訪問するなど関係の強化が進んでいます。関心も高まりつつあり、麦ご飯に入れる麦の販売を進めようとしている日本企業もあります。続いてはインド市場で動き始めているユニークな商品開発の取り組みをご覧いただきます。それらの商品は大学や企業の研究所ではなく、いわゆる草の根のアイデアから生み出されているんだそうです。当番組の高津健太郎ディレクターのリポートです。忍べたのがアーメダバードにあるインド経営大学院のアニル・グプタ教授です。グプタ教授は20年ほど前からインド全土を回り、いわゆる草の根の発明家を探し出してきました。So I will look at credit policy, tenancy policy, commodity policy, how to make their lives better. Then it occurred to me when I looked at the innovations in India and in Bangladesh and elsewhere, it looked to me that there is also a resource in which people are very rich. グプタ教授はプラジャパティさんに会い、すぐさま18万ルピー、日本円でおよそ30万円の支援を申し出ました。こうした国を挙げた支援は草の根の発明家の裾野を着実に広げています。この時の発明が目に留まり、国の支援を受けることになったのです。今工業デザイナーとともに家庭用の自動調理器の商品化に取り組んでいます。インド12億人の発想力が生み出す草の根の発明、減速するインド経済浮上の鍵となるかもしれません。ディスプレイに書かれた材料を番号通りに入れていきます。ボックス No. 3 में indicate किया गया है oil रखने को।材料を入れ終えたらスタートボタンを押して調理開始。煙が出始め、料理の焦げた匂いが漂ってきました。あとは待つだけです。インド東部の貧しい家庭に育ったバガトさん、12歳の時、自動で紅茶を入れる機械を発明しました。商品化に向けて、私、陶器の冷蔵庫って初めて聞いたんですけれども、それまでの陶器の壺が壊れたからといって次に電化製品に移行するのではなく、陶器の冷蔵庫を作り出すというアイデアがすごいなって思いました。やはりインドの地方では、物があっても買えないですとか、電気でいうと、停電も多い地域が多いので、そういうないところから発想が生まれてくるというのが面白いと思いました。12億の頭脳からああいったユニークなアイデアが日々生まれることを考えると強みになりますよね。そうですね。
健康や美容への関心の高まりは経済が発展するに伴って一般にどこの国でも見られる現象で、インドでも例外ではないようです。一方で国が埋もれている才能や技術を積極的に発掘していこうという取り組みは、地方などに暮らす比較的貧しい人たちの生活レベルの向上につながっています。中間層の拡大と貧困層の底上げ、いずれもインド経済の今後の可能性を感じさせます。シリーズ2日目の明日はインド女性の人権問題を取り上げます。以上、世界の扉でした。